福岡県道49号大野城二条線は、福岡県大野城市から、糸島市に至る県道である。大野城市山田4丁目から、糸島市二条深海に至る。福岡市城南区で、国道202号福岡外環状道路と重複する。沿線の様子沿線の様子大野城市、福岡市博多区起点の山田4丁目交差点は、福岡市との市境近くにある。すぐに、 福岡市に入り、西鉄天神大牟田線、鹿児島本線を踏切で横切り雑所の熊野市街地を抜け、春日市に入る。春日市市域北部を精神する。福岡駐屯地の北側を通り、県道31号線との交差点である、岡本交差点の南側には、那国の岡歴史公園、熊野神社がある。福岡市南区春日市を抜けて再び、福岡市に入る。 南区内では、区域の南側を精神し、道路線の少し北側を都市高速5号線、国道202号福岡外環状道路が、並行している。九州新幹線の高架橋の下を通り、中川を越え、やや起伏のある場所を進む。西鉄バスヒバル自動車営業所の前を通り、ヒバル5丁目交差点で右折して北西に向きを変え、城南区に入る。 福岡市城南区区域の中央部をカーブしながら、おおむね東西に伸びる。堤二丁目交差点から南片江交差点の間は、福岡外環状道路と重複し、都市高速5号線の真下を通る。それ以外の城南区内全域でも、都市高速5号線、福岡外環状道路と並行している。南片江交差点で、 福岡外環状道路と分かれ、福岡大学と福岡大学病院の南側を通り、沢楽との草境を精神して、沢楽に入る。福岡市沢楽区域の中央よりやや北側を精神する。福岡歯科大学の南側を通り、区西端に近い多交差点で左折して、南に進行方向を変え、1km ほど、福岡県道558号。 内知の二郎丸弥生線との重複区間を進む。低島交差点で再び西に進行方向を変えて、県道558号線と分かれ、室見川を渡り、西区に入る。福岡市西区,区域の南部を精神し、周辺はそれまでの住宅地から、田畑の中に民家が散在する農村の風景に、一変する。区域の中間部を過ぎると周辺に民家がなくなり、急勾配や急カーブが続く。 日向峠を越え、糸島市に入る。糸島市市域の南部を精神する。日向峠を抜けた後、山や田畑が広がる中を通る。市役所二条支所の前を通り、区飛線を踏切で越えて二条支所入り口交差点で、左折し、国道202号を通る。深いインター交差点で、国道202号と分かれて右折し、カーブして、南に向きを変え国道202号と区飛線を、 またぎこし、国道2 0人号、今宿バイパスと接続し終点となる。ありがとうございます。